意外と楽しいぞ。まあ、でもさっきと比べたら火の通りは早い気がする。スプーン飛空のダークネス YouTube。 ボボ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 。どうも皆さんこんにちは、ミート君キックマッスーです。さあ今日はね、何をするのかと言いますと、もう目の前にありますね、この肉です。肉をめちゃくちゃ叩いたら半端じゃなく柔らかくなる説ありますよね。これです。じゃーん。このね、肉を叩いてその先の柔らかさへって書いてます。まあ、肉ってね、叩けば叩くほど柔らかくなるって言われてるんで、それをちょっとね、今日は検証していきたいなと思います。もうめちゃくちゃ叩きます、本当に。時間を分けてちょっとやっていきたいなと思います。まず、まあこう半分ずつに切って全く切らないパターン、違う、全く叩かないパターンで、次が何分にする？1分ぐらいですかね。1分ぐらい、まんべんなく全部叩くぐらい。まんべんなくじゃあ1分やります。で次が10分ぐらい。10分ぐらいですかね、はい、で最後が1時間。1時間やっていきたいな。行きましょうか、1時間。はい、では早速ね、ちょっと切っていきましょう。ちなみになんですけど、こちら、ロース、牛ロースで、100g 300円。形といいね、油の乗り方といい、結構いい感じな肉だと思います。これ結構幸せ企画なんじゃないかなと思いますね。じゃあ、切っていきますか。幸せになれるかな？あ、スッと入ってきますね。これはいい包丁です。包丁じゃなくて肉褒めろって。じゃあ、順番に、これが0なんで、もう、はい、完成しました。じゃあ、1分いきますね。こっちの方がいいのかな？あ、そう、どっちがいいんですかね。よし、叩けばいいだろ。じゃあ、いきます。よーい、スタート。あ、これ意外と楽しいぞ。おー。しかも肉どんどん伸びてく。結構変わったぞ。あ、伸びてますね。ね。すごい。あ、すごいな。はい。終わりました。おー。こんぐらい変わる。結構差出てるよね。ちなみに今140か50ぐらい叩いてます。あ、ほんと？はい。数えてたんだ。はい。1分間の肉でございます。イエーイ。では次のね、10分の肉に移りたいんですが、これ10分やって1時間って俺多分腕死ぬし。そうですね。これあるんでやれや。はい、大丈夫です。だ10分ね、俺は1時間やるから。やっぱ そっちのお肉もらいます。頑張ってください。はい、わかりました。よーい、スタート。いや、これ1時間か。さっきあんなに楽しそうに。いや、一仕事終えたらなんかもうどうでもよくなってきた。もうすでになんか1分のよりすげえ広がってるからね。今までいろんな肉外で食べてきたけど、こんなに叩かれた状態で肉出てきたことない。そりゃないっすよ。うん、今何分？今は、3分半です。えぐっ。マジか。俺もうすでに肉ぺっちゃんこですけど。そうだ。ちょっとハンマー肉とちょっと一回交換しません？あの、物を。あ、いいよいいよ。ちょっとこっちはやっぱり、うん、綿棒なんで。うおー。うわ。5分経過。まだ5分か。投げー。すごいユニゾン顔してんね。あー、疲れてきた。さすがに疲れてきた。
はい、10分経過です。おじゃあ10分の肉、はい、10分の肉はこんな感じです。あ、でも棒で叩いたらなんか見た目良くなったね。そうですね、ボツボツ感がなくなった。表面が。じゃあ俺は引き続きやりますよ。いやでもこれ油すごいんだけど、すっげーべったりついてますね。ああ気持ち悪いもん。すっごい、なんか大きさ、面積はもう2倍ぐらい広がってる。これだ、これさ、もう柔らかいとか硬いとかそういう問題じゃなくて薄いからそりゃそうだろうって話じゃないの。まあ火も通りやすそうですもんね。ね、一瞬で通りそう。全然いいと思う。叩いてないやつと比べたらもうかなりやばいね。なんか俺のオーストラリアみたいになってない？形これオーストラリアになってんだけど気がついたら。それ脳幹なんで。みんな叩き始める。もうそれこそギャングだろ。ただ人間来てよな。あ、もう終わりますよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。なんとかやりきりましたね。じゃあこれ早速やっていきましょう。はい、ではね、おおよそ1万3000回ぐらい叩きました。まあこんだけ叩いたらさすがに上手くないと本当にもう詐欺ですよ。これは確かめていきたいなと思います。まずは普通の0回のこの肉いきたいと思います。もう塩と胡椒でね軽くまぶしてあるんで、この本当はパスタをつかむようなやつで、でこの分厚いのはサランラップで、ちょっとサランラップじゃねえや、これアルミホイルだ。アルミホイルで頭が回んねえ。くるんで放置します。しばらく。これ牛脂代わりに使えたの。確かに。おー、やっぱ牛脂代わりに使える。すごい。よしよし、いいでしょ。じゃあこれをくるんでおきます。アルミホイルでがっつり。はい、 OK です。はい、まあ、でもさっきと比べたら火の通りは早い気がする。これうまそうだな、意外と。ちょっとこれ期待が持てるんじゃないかな。このラスト行ってみたいと思います。やべえ、ちょっと楽しみになってきたぞ。すごい、ほらもう切れちゃうんじゃないかっていうぐらい。すげえ、縮まる縮まる。うわすごい、一瞬で縮まってく。もうしかも火通ってるし、ほら、本当だ。おお、終わったわ。おお、ほら、終わりました。これが1時間肉。じゃあ早速試食していきましょう。よっしゃ、まずはね、こっちからでしょう。言うても普通の肉なんでね。どうですか、断面図は結構いい感じですか。あ、いい感じだね。塩味はちょっとね、こうやってつけて、胡椒もこうやってつけて。じゃあいきます。うん、
うん、まあなんかこう繊維が割としっかりしてるんで結構固めかもしれません。まあ肉ってこんな感じだよねっていうところではある。でも美味しいです。まあ何もしてないとこんな感じかというところです。じゃあ次、1分間肉いきたいと思います。1分間だからな、まあ多分部位のね差はある程度ちょっと出ちゃうんで。まあでも火の通り具合はやっぱちょっと違うね。じゃあ行ってみましょう。あの油が乗ってる箇所だからまあジューシーなのはねもうしょうがないんだけど、柔らかさそんな変わってないっす1分じゃ変わんないねこれは。じゃあいよいよこいつら行ってみよう。こいつらはさすがに変わってくんないとちょっとやばいからな。まあもう切ってる段階で違うわ。あ、切れやすい。マジでスーっていく、ほら。で、火の通り具合はまあ薄いんで結構。じゃあちょっと行ってみますか。これ気になるなぁ。ここからだよね。じゃあ行きます。柔らかい、柔らかくなりました。うまいっすね。おー、明らかに。いくらぐらい300でしょ。320、420円ぐらいまではいきましたね。120円アップしました。これはいいぞ。いやこれ楽しみだぞ。これ来たんじゃないですか。これ来たなー。いやーこれ1万3000回の1万3000肉いっちゃう。じゃあ見た目はねなんか結構よくわかんない肉みたいになってますけど、どれぐらいの薄すぎるだろいます。もうこことは別物、なんか別の肉食ってるとしか思えない。あのね、繊維がもう粉々になってる感じがすごいあって、歯がこういったらスーッじゃなくて歯こういったらこんな感じ。いやこれはすごいな。ただこんな殴る必要はなかった気がするっていう感じこっちは 100g いくらなんか下がった感あるなーなんか正直 100g330円あのですね、叩きすぎた結果繊維がボロボロになってる感じが、うん、悪く言うとちょっとここでアハ体験じゃないけど戻ってみます。最初にどんぐらい違うのかな全然違うこっちの方がうまいかな肉食べてますって感じあるもん。これペライじゃん、すごい。やっぱ見た目でこっちもどう考えても高く見えるよ。このほらこの断面見ていい感じに見えた。いい感じじゃん。こっち見ても断面とかそういうことじゃないもんね断面がないっすもん。断面ないもんね。結論出ました皆さん、肉は叩くだけ無駄。お肉はフォークで刺して美味しくいただきましょうっていう結論になりました。はい、あー疲れた。なので、ね、皆さんもぜひ試してみてください。じゃあ全世界のみんな、バーン。 MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。MSS プロジェクトですね、YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持ってますのでぜひご登録の方をお願いいたします。ですね、登録ボタンの方ですね、こちらとか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 ですね、あと下の概要欄にもですね、登録ボタンがございますのでぜひご登録の方をお願いいたします。ちょっと寒い今日はこいつやってもわかんねえ寒い暑い